職場で案内が来て、会社でなんか盛り上がって、でやろうやろうって言って、でやるようになって、私はあんま最初やらないかなと思ったんですけど、でもちょっとそろそろ運動しないとなと思ったので、参加してみようと思いました。やっぱり健康のためにやっといた方がいいかなっていうのも、まあ、日頃からは思ってたんですけど、その時にやっぱりやってみようって、まあ、そういうとっかかりがあってよかったなとは思ってます。2年ぐらい前はマラソンやったりとかしてました。でちょっとヘルニア、頚椎ヘルニアの手術をしまして、体調を崩しまして、でそのしばらく運動はもう控えなきゃならないということで控えているうちに、もういろいろ手とかいろいろ悪くなったりとかして、運動はやめた方がいいかなと思ってやめたんですよね。してないし、筋トレとかそういうのも一切してないですね。前はやっぱり運動してた時はストレッチしたりとか、やっぱそういうのが必要だったのでやってましたけど、今はもうその時は全然、帰ってなんかもういいかなって、年齢も年齢だからもう運動はいいかなと思ってちょっとやめています。血圧は高くなったり、血糖値も、まあ、薬も飲んでたせいもあって血糖値も高くなったり、食生活が乱れてくるし、やっぱり気持ちがどちらかというと運動とかに向かないので、健康の意識がなくなったんですよね。そうするともう、まあ、どうでもいいやみたいな感じになってしまうので、どん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 体重も増えていっていますし、体もストレッチもしないので硬くなって、やっぱり可動域もどんどんなくなってくるの でやっぱり余計大義になってくるんですよね。運動がもういいやっていう、疲れたって、とにかく運動してないともう疲れるんですよね。帰って夜また疲れてるので、一歩も歩きたくないっていう感じでした。はい、2回行く運動するっていうことの意識はやっぱりしなければならないとか、食事なんかもちょっと気をつけるようになったりとか、意識は変わってきました。1回か2回はして、あとちょっとストレッチしたりとか、何気なく岡原さんのところでやってることをちょっと座りながらやったりとかっていうのはしてますね。軽い運動が大河原さんの週2回の、プログラムに参加しています。大河原さん、やっぱり口調がすごく優しくて、とっかかりが良かったので、すごくやりやすかったですね。やっぱり頚椎ヘルニアとかなってたので、やっぱり動けない、今までできたことが全くできないことがするので、それをできることをやってくださいって、無理しないでって言ってくれるので、やりやすくなって、最初よりもだいぶできるようになりましたね。体も動くようになりましたし、主にストレッチで、たまに腹筋とかコアのなんか効くような運動ですね、してます。体重があんまり減ってないんですけど、股関節とかが柔らかくなったので、柔らかくなった分やっぱり座ってる時に体が楽ですね。いろんなことができるようになってきたので、前ちょっとできなかったことがちょっとずつできるようになってきたっていうのが良かったことですね。はい、睡眠が変わりましたね。やっぱり全然寝れなくて、もう熟睡ができなかったのが、
このやっぱり 1、2ヶ月ぐらいで、あの寝れるようになってきたので、だいぶそれは変化あるだと思います。脚力って言っても、もう走ってはいないので、それはまだまだまだなんです。はい、手のしびれとか、あと肩が痛くてこう上げられないとかっていうのもあったんですけど、やっぱりあの運動することによって、あの肩を上げたりとかすることが、こう自分だと、一人だとなかなかできないんですよね。痛いから痛いってなるんですけど、やっぱりその週2回の運動で、そこでやるとちょっと頑張ってやるので、それがだんだん良くなってきたのか、肩が随分上がるようになってきて、肩も回るようになってきて、あの肩の方はだいぶ良くなりましたね。あ、してます、してますっていうか、 しようと思います。はい、やっぱり運動って大事なんだなって改めて感じたので、そうですね、今以上にやっていかなきゃならないなっていうのはちょっと感じてますね。はい、運動する意識とか、運動するのがどんだけ大事かっていうのが分かりましたし、運動する意識っていうのをやっぱりこれからも持っていかなきゃならないなと思います。